熊本のサッカーの未来のために、キックオフ熊本。熊本をホームに活動しているプロサッカーチーム、それがロアッソ熊本。現在明治安田生命 J2 リーグに所属しています。今季のロアッソ熊本の躍進はサポーターだけでなく熊本県民やサッカーファンに感動を与えてくれました。この番組ではそんなロアッソ熊本の知られざる内側をお見せします。これは練習直後のリラックスしたロアッソ熊本の選手たちがサッカーのことだけでなくプライベートのことまで自由にトークするコーナーです。じゃあ今回もこの3人でトークしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。トークするのは前回に引き続きこの3人。ミッドフィルダーの藤田選手は攻撃の起点となるプレーでチームを盛り上げます。ディフェンダーの阿部選手は攻守ともに存在感のある選手です。フォワードの利田選手はルーキーながらゴールを挙げています。こちらの3人は全員が大卒ルーキー。出身地は藤田選手が神奈川県、阿部選手が福岡県、利田選手が山口県と熊本県外です。そんな関係の3人がトークするテーマはこちら。最近さ、俺さ、ハマってるものあるよ、食べ物。食べ物？食べ物。ちょ、聞いて。何？キウイ。キウイ？キウイ、そう。渋いなぁ。フルーツフルーツ。だいぶ渋くない？でも、キウイって調べたら、めっちゃいいらしいんよ。朝とかに食ったりして。え？朝とか。朝？キウイ、朝にそう食ったりするのめっちゃいいらしくて。で、それ聞いて、俺コストコ行って、コストコにさ、でっかいキウイのさ、パックみたいなの分かる？めっちゃ入ってるんよ、1キロぐらいの、それ買って20個とか入ってるんだけど毎日1個みたいな。毎日何その、何その無視。いやいや、ピンときてないみたいだけど大丈夫そう、うん、人がめっちゃあったかいよね。そうそうそう、なんか住んでめっちゃ感じる。飯行った時にさ、話しかけてくれたりさ、うん、まあ普段もそうだけどさ、いろんなとこでなんか応援してくれてるっていうかさ、会った人とかがちょっと行きつけの定食屋とかでも、そうそう、最近頑張ってるねとかさ、話しかけて、そうそうそう、してみたいな、あれは嬉しいよね、選手からしたらさ、うん、なんか気づいてもらえないよりかはさ、こうさ、ちょっとでもさ、あ、応援してますとか言われるだけでもさ、なんか自分の力になるっていうかさ。熊本めっちゃいい人たち、京都戦とかも、そうそう、応援すごいなった、うん、多分京都より大きかった気がする、ね、すごいよね。で、あれ2000人とかでしょ、確か来てたの、うん、でもめっちゃ大きくなった、うん、反対にいてもさ、めっちゃ聞こえてきてたからさ、すごかったよね、応援、うん、みんな言ってる、もう全然京都に負けてなかったよね、うん、あれすごかったね。だから期待に応えないといけないなっていうのもそうだけどさ、頑張れる、そうそうそう、それが最後の1秒までさ、上になるまで応援してくれてるからさ。藤田選手、阿部選手、利田選手のトークはこれにて終了。続いてはこちらのコーナー。ロアッソ熊本では毎年この時期、ルーキーたちがロアッソ熊本の中の仕事を体験する新人研修が行われています。この新人研修ではスポンサーを回る営業などチームを支える裏方の仕事を体験しています。東山選手と江崎選手の新人研修に密着しました。いや、これ来年のカレンダーになるんですけど、はい、ぜひここで育ててまたロアッソを応援してください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ楽しみにしてました。めっちゃ多分ファン増えたと思うんで。そうですね。はい、来年こそは J1 に行けるようにですね。はい、事務所に戻ってからは報道資料をまとめる作業です。2人とも黙々と作業を進めます。
研修を終えての感想は。今日はこういった裏の仕事もさせていただいて、何社にも出向いて、まあ、こういう方々がいてこそのロアッソ熊本であって、自分たちが当たり前のようにサッカーができているということを改めて今日実感することができたので、すごくいい機会となりました。やっぱ熊本の、 あの地域の貢献活動であったりもやっているので、やっぱ熊本全体が活気あふれる県になれるように、来年もっといい結果を出して、頑張りたいと思います。陰でいろんな方が支えてくれているからこそできているっていうことを改めて実感することができました。事務的な作業なんですけど、まあ、細かい作業が多くて、本当長時間やるの大変だなというような感じたのと、それを、まあ、僕たちはその短い2日間とかですけど、それを毎日やってくれている方がいるっていうのはすごく身に染みて感じました。もちろんチームのためだったり、まあ、ファンサポーターのために戦うのはもちろんなんですけど、こうやって裏で支えてくれているスタッフたちもいるということを忘れずに、まあ、それも含めてみんなチーム一丸となって戦いたいと思います。チームの絆が深まった一日となりました。このコーナーはロアッソの選手から出された宿題を視聴者の皆さんに挑戦してもらい、番組のツイッターに投稿してもらうものです。前回宿題を出してくれたのは藤田選手と阿部選手です。早速番組ツイッターにたくさんの投稿がありましたよ。挑戦したい人は番組のツイッターをチェック。第44回熊本県少年サッカー新人大会の準決勝と決勝が行われました。今回は準決勝の様子をダイジェストでお送りします。まずはソレッソ熊本 U12V とロアッソ熊本ジュニアの試合です。決勝に駒を進めたのはロアッソ熊本ジュニアです。次の試合ではその反省点を良くして勝ちたいと思います。続いてはアルバランシア熊本 FC とレタドール熊本 U12 の試合です。誰が1回発見しよう。
決勝に駒を進めたのはレタドール熊本 U12 です。キャプテンとしてみんなを優勝に導いて全国最後は全国で優勝することで決勝に挑みたいと思います。次回決勝戦の様子をお送りします。ここでロアッソ熊本からのお知らせです。2023ロアッソ熊本シーズンシートファンクラブの申し込み受付を12月19日のお昼12時から開始します。詳しくはロアッソ熊本オフィシャルホームページをご覧ください。キックオフ熊本2023ロアッソ熊本 J1 昇格への道スペシャル。キックオフ熊本新春特番放送決定。次回の放送は2023年1月8日午前8時25分からの30分です。豪華な視聴者プレゼントもありますのでぜひご覧ください。熊本のサッカーの未来のためにキックオフ熊本。